朝5時、久しぶりのデローザ。結局まだ今買い手がいないので私乗ります。久しぶりです、すごく久しぶり、2年ぶりぐらい。今から朝の勉強会行ってきます。デローザですね、久しぶり。早い、すごく早い。朝からの勉強会終わりました。やっぱり朝からの勉強会っていうのはとってもいいですね。朝はつないで、じゃあデローザで帰ります。本日の一本です。こちらですね、アーバンというメガネです。香港でお客様に売れたものです。フランスです、メイドイン。ただしチタンは日本で作ってます。この生地はフランスのミクリと同じ生地を使ってます。かけやすいメガネです。軽くてとってもおすすめです。いや最近は左足がどうしても痛いんですよね。左足がどうしても痛いんです。あと子供、うちの子がだいたい14キロで、2人26キロ、1人が9キロぐらい。3人背負うと35キロだとですね、ちょっと最近背負いすぎたか腰が痛くなって、ちょっとやっぱりしっかりとストレッチとやる負荷もしっかり考えていかないとダメだなと。前は無理やり重りをつけてやったんで足をね痛めたとこあるんで、セブンサミット早く行きたいな。もう今頭の中がセブンサミットしかないですよ。10キロで30キロまでを3回、なんでもやりすぎはね良くないんですね。そこがすぐ分かんなくなるんですよね。結構やりすぎるタイプです。3回ぐらいで止めといた方がいいのかな。この感じからするとやっぱり今3回目なんですけど、5回ぐらいやっといた方がいいかもしれないな。いやーほんとセブンサミット行きたい。